の皆さん、ありがとうございました。クールかつ大人っぽい作品で思わず魅了されてしまいましたね。会場全体がボホロ一色になったなっているような気がします。次のチームを紹介させていただきます。続いてはフィメールヒップホッパーズリターンズです。 MC コメントを読みます。こんにちは、フィメールヒップホッパーズリターンズです。今回は1年生から4年生の女子ヒップホッパー7人で踊ります。ダイナミックな動きからおしゃれでしなやかな動きまで、私たちにしかできない表現を詰め込んでいます。雰囲気や踊りの変化をぜひ最後までお楽しみください。一部も残すことあと2チームですが、この調子で女子ヒップホッパーの皆さんに会場をさらに盛り上げてかましていただきましょう。フィメールヒップホッパーズリターンズです。どうぞ。Il est seul et il pleure. Il est trop tard pour s'intéresser à son triste sort.